もやずば。さあ続いては皆さんのさまざまなモヤモヤにズバッと切り込んでいくコーナー、みんなのモヤズバです。皆さんからご意見を募集しましたところ、たくさんのモヤモヤや悩みが届きました。ありがとうございます。で今回はモヤモヤ、女性の方なら一度は感じたことがあるのではないでしょうか、あることへのモヤモヤに切り込みます。めんどくさいですね、時間かかるし、めんどくさいです。短縮できたらいいのになと思います。あと今マスクだから崩れてきちゃうし、外した時に崩れてないかなとか気になるのはちょっとめんどくさい。なんか高校生の時とかはメイクしたら怒られたけど、社会人になったらメイクしないと、なんかすっぴんだったらなんかダメだよみたいな言われるのが。街の皆さんが話しているのは、そうメイクに関するモヤモヤ。面倒だ、時間がかかると、いろんな声がありましたが、オンちゃんアプリにもこんな意見が。女性だけがメイクをしなくてはならない、男性はノーメイクでも受け入れられているのに不公平だと思います。ということで今回のモヤモヤは、モヤズバ、女性ならメイクは必須に切り込みます。そうか、このメイクに対するモヤモヤの声が非常に多かったんですね。不公平か。ゆいなさんはどう感じます？私は、肌が弱くて大抵普段はメイクしてないんですけど、確かに男性は毛が濃くて眉毛とかくっきりしてるのに対して、私は毛が薄くて眉毛描かなきゃいけないのはちょっといいなって羨ましく思う。でもそれ男性女性関係なくない？眉毛俺めっちゃこう今描いてもらってるけどすっごい薄いよ、うん、あそうなんですか、うん、なんかそこはなんか人それぞれ、まあ、こうなんか人それぞれ遺伝なのかな、って感じが。実はね、そういった皆さんにメイクの話聞きましたら、さまざまなお話が聞けました。そしてまた今いろいろな場所でメイクに対する考えというのが変わってきているんです、そもそもなぜメイクをするのでしょうか。女性の皆さんに伺ってみました。綺麗になろうとかじゃなくて、ただ自分が楽しいから、っていうの、気分上がるから、いいよ。いつもと違う自分になりたいです。いいよ。自信になりますかね。いいよ。確かに。いいよ。鎧をまとる。いいよ、いいよ、めっちゃいいと、ポジティブな理由がある一方で、服着るみたいな、パジャマで外出えへんのと同じ感覚。ルーティーンみたいな感じですね、はい、なんかもうその顔で外に出てるから、しないと落ち着かないし、自分も落ち着かないし、ね、出れない外に、しなきゃしなきゃしなきゃ。高校生の時はしたいだったけど、今はしなきゃしなきゃしなきゃ。礼儀相手の仕事ですっぴんって社会人としてどうなのっていう擦り込み。このようにメイクは人前に出る時にしなくてはいけない当たり前のものだと感じている人も多いようです。しかしかつてはビジネスマナーとも言われていたメイクへの考え方ですが、世界的には変わってきているようなんです。こちらの女性はメリサ・ラウフさん。先月行われたミス・イングランドというコンテストにノーメイクで出場し、見事ファイナリストに選ばれました、ノーメイクの女性がファイナリストに選ばれたのは94年のコンテスト史上初のことだといいます。また日本では就活サイトの大手マイナビに掲載されている就活生に向けた身だしなみマナーの記事に変化が。顔周りに関して注意したいポイントを覗いてみると、健康的で自然な印象にという表記が。実はこちらかつては健康的で自然なメイクと表記されていたのですが、メイクの矯正は時代に合わないとし、今年から表現が変更されました。では街の男性は働く女性のメイクについてどう思っているのでしょうか。
職場上ですね、いわゆる医薬品ですとかコスメを扱ってるところですので皆さんされてます。職場のやっぱり都合上そういうものを進める立場ですから、進める方がノーメイクでは説得力はないかなと思いますけれども、個人的に働く場でノーメイクで働くのは何が、ね、問題かということは別に何も感じませんですね。はい、やっぱりしてる方がいいですよね。いいです。やっぱり女性らしくて、あ、いいなって思いますね、やっぱりね。そうですね、あんまり意識したことがなかったので、特に何も感じないです、ごめんなさい。清潔であるのが一番じゃないかと思うんですけど、なんか不潔でなければって、あんまり人のこと言えないかもしれない。不潔でなければ別になんか、清潔であればいいんじゃないかなと思いますけどね。はい、まずは街の皆さんの声を聞いて、藤尾さんいかがですか。いや、なんか僕正直あんまりこうピンとこないんですよね。何が問題なのかがよく見えてこないんですよね。女性はその学生の頃はしたい、メイクしたいだったのが、社会人になったらしなきゃいけない、まあ、義務のようになってきたっていうおっしゃってた方もいたんですけど、でもなんか綺麗になりたいとか、っていう気持ちが あるから若い時するんですよね。まあ、ポジティブなイメージでのメイクと、めんどくさいなっていう気持ちのメイクと、じゃあ本当はしたくないけどしてる人がいるんですか。そういうケースもゆいなさんありますよね。今、まあ、カメラの前だから私してますけど、会社ではいつもすっぴんでいるんですけど、森さんはどうでしたか以前。なんか言われたりとかするんですか。そうですね、今は個人のメイクとかは特にないですけど、言われたこと、私がね入社したまだ昔の頃はやっぱり社会人としてはメイクはしっかりしてきてくださいというような指導がありましたかね。だから例えばね、僕じゃあこう何かのセールスを受けるね、まあ相手は男性のセールスマンがセールスを受けるときに、何かこう清潔感だったりと か今の世の中だったらこう眉毛をきっちりしてとか爪をね手入れしてるとか、そういうことで、しかも喋り方を意識されてるとか、その自分の自己達成のために双方としてそういうことをしてる人が信頼感を生むんであれば、それはいいことですよね。で多分会社とかでもなんかメイクっていうのは多分もしかしたらそういう会社の中での達成感、仕事をするための喜びにつながりますよっていう理由であればいいんだけども、多分そういうメイクの理由を共有できてないっていう問題なんじゃないのかなと思ったんだよね。さっきなんだっけな、メイクとか化粧品を扱っている会社にお勤めの男性の意見だと、そういう商品を扱ってるから、まあ、基本皆さんはしてきているけど、普段は何もしてこなくても気にしませんって話もありましたよね。菊池さんはどう思います。私まあ、メイクをね普段からしないという方は、まあ、自分にもまあ自信があるのかなという方ももちろんいると思います。でだけど一方でメイクすることによって、私はそれで自信を持って社会の中に行けますという方ももちろんいると思うんですよね。だから一概に、まあ、強制するものではないけれども、かといって絶対的に否定するものでもないのかなという感じではいますね。そうだ、だから個人多分理由がニュアンスが違うと思うから、おはぎこう番組にくれくださった方がどうして面倒くさい感じるのかなっていうことを話してみたいかなとはちょっと思いましたね。だから選べればいいですよね。だからみんなそれぞれやと思うし、したい時はして、しなくていい時はしなくてもいいんだと。ただでも男性に対して不公平だっていう感覚があるっていうのは、またこれは違うところでどんな感覚なんだろうとか知りたいなと思いますね。今回ですね、メイクのことについて取材してますと、メイクイコール女性のものではなくて、その概念も変わってきているということが分かってきました。こちらはメイクに頼らずとも顔色をよく見せることができる画期的なアイテム。道内に13店舗を展開中、おしゃれでスタイリッシュなメガネを販売するジンズで、去年販売がスタートしたチークカラーレンズ。レンズの下にほんのりと色がついているため、メイクをしていなくても顔の印象を明るく見せることができます。チークをしなくてもチークつけてるような感じに見えるので、すごいいいと思います。これ一つあればメイクの時短はもちろん、メイク落ちや肌トラブルの心配もいらない優れものです。そしてこちらのマスクは、街中でもよく目にするようになった
その名も血色マスク。ベージュや淡いピンクなど肌に馴染む色をしているため、マスクをするだけで顔の血色をよく見せることができます。気持ちも違うよね。そう、なんか前向きになれる。わかる、でもわかる、わかる。自分の似合う色を身につけてるとなんかちょっと強くなった感じ。可愛く見える気がするもんね。自分可愛いという気持ちで。そしてメイクに関する話題は今や女性だけのものではないんです。僕はしてます、軽く下地ファンで、あと眉毛。女性側も男性が少しでもかっこいい方が嬉しくないですか。嬉しいと思うんで、少しでもかっこいい状態を作ろうっていうので、なんだろう、ファッションの一環ぐらいの感じで多分僕はやってるとこ多いですね。眉は絶対描くんですけど、眉とあとファンデーションはちょっと時間があるときは塗っていこうかなと思っています。ちょっと垢抜けたいなっていう思って、ちょっと垢抜け男みたいな調べたら眉毛だって出てきたんで、眉毛サロンに1回行って、そこでそう教えていただいたの で、それで自分自身なんか印象変わったなと思ったので、やらないよりやった方が見た目は良くなるかなっていう気持ちでやってます。男性のメイクの関心というのも高まっていまして、メイクは女性のものだけではなく、男女問わず、自分が自分らしく心地よくいられるためにメイクをするしない選べるようになるといいなと思いますね。めんどくさい、例えば、ね、なんか今日もう朝ごはん作るの めんどくさいわ、ダメで出ようぐらいの感じのめんどくささないのか、メイクをどうなんやろ、だからめんどくさい、やらない、なんかね、毎日出てないから、その女性この方が言ってるめんどくさいの感じがどれぐらいなんやろかな。まだまだでも当たり前にメイクをしなくてはいけないと、刷り込まれて思っている女性というのも多いんだと思うんですよね。だからこそ、ミスイングランドでファイナリストに出場したというメリサさん、ノーメイクで出場しましたということが世界的なニュースになるわけです。やっぱりそういう背景が あるからこそ、今改めてこうメイクの概念っていうのを変えていけたらいいねっていう話も生まれているんだと思うんですよね。今日はですね、今回のモヤモヤ、女性ならメイクは必須というこちらのモヤモヤにズバッと切り込んで皆さんと話をしてみました。